皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。前々回くらいの動画で、敵弁のやり方ね、お尻どうやってうんち出すのかとか、うんちの管理の方法の動画を配信した一番最後の時にうんち人体実験をしたので、ぜひお楽しみにしていてくださいというお話をしてましたが、ちょっと期間が空いちゃったんですけども、その実験のお話をしていこうと思います。結論から言うと、皆さんご存知な方がいるかどうか分かりませんが、このコロプラストさんから出てるアナルプラグっていうものがあるんですね。もう商品名がそうなんですけど、アナルプラグというもの、これは何なのかというと、要はうんちが漏れちゃう人のための線、お尻の線だと思っていただければ、女性だとタンポンとかありますけど、そのタンポンの お尻の穴バージョンと思っていただければいいのかなというふうに思います。で、この存在を知ったのはバリバラで、そのおしもの会っていうのがあったんですけど、そのおしもの会で教えてもらったので、私も使ってみたいなと思って、いつも行ってる泌尿器さんの方で取り寄せしてもらいました。まず中身開けていきたいと思います。使い方からやっていきますかね。こんな感じで、小袋になってるんですが、はい、開けていきます。開けると中からこういうものが出てきます。こういったものね、こういったものが出てきます。で、これをお尻の穴に入れていくわけです。またこの子を使っていきたいと思いますが、よいしょ。これに、ワセリンとか、その潤滑剤を塗って、ここお尻の穴なので、このお尻の穴に普通にポンと指でこうちょっと座薬入れるときみたいにね、ポンと入れます。こんな感じでいいんです。だからお尻の穴から出てるのはこの紐だけで、入り口のすぐ近くにこの子が行く感じなんですが、フィルムちょっとあるんですけど、このフィルムが溶けて中でこう器状態、ちょっとこれ広げられないのであれなんですけど、このお尻の中にこんな感じで器状態でこれが広がるんです。で、これでうんちを漏れないようにキャッチしてくれるっていうものに、アナルプラグになります。で、本来このアナルプラグなんですが、固形便の対応っていう風に商品説明には書いてあるんですが、やっぱり、私とか漏れやすい人ってどっちかっていうと緩い便が耐えれるかどうかだと思うので、それの人体実験をしました。なので基本的に製品商品名では推奨してないというか、そういうものだと思って聞いていただければと思うんですけど、まずこちらを入れまして、で、二郎系ラーメンを食べに行きました。で、ニンニクも増したし、生姜も増したし、で、結構スープもいっぱい食べて、でも、そのラーメンだけだと、もしかしたら爆発しないかなと思ったので、その後に、ザバスのココア味、ザバスのココア味っていうのは私、もう過去 100% 爆発してたものなので、もうそれをラーメン食べた後に飲みました。で、それが夕ご飯だったんですね。で、私大体爆発するってなると食後3時間後くらいにちょっとお腹がギュルギュルしたり、なんか変な汗みたいなのが返ってきて、あーやばいうんち出るかもっていうのがなんとなくわかるので、それをまずベッドの上で待つことにしました。これが刺さったままね。で、夜9時くらい、9時10時くらいにお腹がギュルギュルなって、あやばいこれは来たぞって思ったけど、実験だからトイレには行きません。で、うわーすごい、なんかムズムズするムズムズするっていう中で収まるまで、そのままでいました。で、ある程度そのギュルギュルが収まったなって思って、一応そのパンツに尿取りパッドをこう敷いてたので、ちょっとお尻の方に手を当てても漏れてなかったんです。あ漏れてないって思って、すごいって思って、ただ、私の場合も結構あったんですけど、夜飲み会に行って、寝る前うんちしたとしても、寝てる間にもう第2波とか第3波が来る時もあるんですよね。だから、
このまま我慢してか出さずに朝まで寝たらこの子はどうなるんだろうなっていう実験をまたそのまましました。だからきっとお腹の下の方にはもううんちっちがいるんだけど、そのまま寝て、で朝8時頃かな、起きた時に、パンツを見た時は尿取りパッドに少し、ちょっとうんちがついてるみたいな感じ。まあ実際これってこう、なんていうの、ガーゼみたいな素材なので、ちょっとあまり綺麗な話ではないけど、こうしょんでくるは方言かな、染みてくる。要はこう、うんちの汁とかそういうね、あの水っぽいものがこう染みてきて、で、その染みた液が尿取りパッドについてるっていう感じなので、物自体は出てきてはなかったんですよね。で、だからそんなになんかめっちゃ臭いっていうわけでもないし、ある程度その尿取りパッドの脱臭機能でなんとなくやり過ごせるくらいの匂いだったんです。で、トイレに行って外すときはこうカップ状になってるので、ちょっと横から指を入れてあげて、そのカップを潰して引き出すと普通に取れてきました。で、線になってたから取った瞬間やっぱり溜まってたうんちは出るし、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないなって思ったのが、実際は出たいと思ってるうんちを止めてるわけだから、結構お腹の中にガスが溜まります。なので、このアナルプラグを取った後のトイレっていうのはちょっと長めにいて、ガスとか、そういうのを出さなきゃいけないなって思いました。で、私もある程度こう、体を動かしてみたり、お腹さすってみたりもいいかなって思って、で、車椅子に乗り移って洗面台にちょっと前かがみになった時に、なんか残りのなんか残みたいなのがそんなにいっぱいじゃなかったけど出ちゃったっていう失敗があったので、本当にまあ私の場合すごくね長く留めておいたからっていうのもあるんですが、これを取った後の処理っていうのはちょっと長い時間あるかな、長時間つけてた場合はっていうふうに思いました。でもこれをしてるとうんちを漏らすことはないって私は思います。まあ、相当量溜まってたらわからないけど、でも基本的には、まあ、私は毎日一応うんちは出すタイプで、でその下す時はやっぱその時の食べ物とか飲み物で下しちゃうので、基本的にはそんなにこう2日3日溜まったうんちが出るわけではないんですけど、ただやっぱりこれがあるおかげで私飲み会もう怖くないかもって思いました。好きなもの食べれるかもしれない。まあ寝る前とか不安な時にこれを入れといたら寝てる時のうんち爆発っていうのもないなって思って、ぜひやってほしい。本当にすごい。なんでこんな有名じゃないんだろうこのアナルプラグって思うほどに、めちゃくちゃこの排便うんち爆発心配で好きなもの食べれない、飲み会怖いっていう人は絶対やった方がいいと思います。で、ただ、保険適用にはなってないらしいんです。なので実費で購入になります。で、私の言ってた泌尿器さんの場合は1箱売りで買ってくださいって言われて、20個入りで6200円でした。正直高いけど、私の場合は頻繁に使うわけじゃなく、そういう飲み会とか、あ、絶対この時は爆発したくないなっていう時に、使いたいと思うので、まあ、1年間か2年間かね、そんくらいかけて、使い切るんじゃないかなと思うので、本当にいい出会えてよかったです。もう本当に教えていただいたねおはゆこさんには感謝感謝しかありません。なので皆さんもちょっとピッピ悩んで食べたいもの食べれないとか、お酒飲めないっていう方はチャレンジしてみてください。でも絶対ね、ちょっと一応、まあ、おむつまでってわけはいかないけど、尿取りパッドみたいなパッドはお尻に一応敷いておいた方がいいかなと思うので、やってみたいな、やった感想などね、この動画のコメント欄とかにぜひいただけたらと思います。はい、ということで今回はね、このアナルプラグの紹介でした。いや、本当にコロプラストさん、こういう素敵なものを作っていただいてありがとうございます。はい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。